君が本当に榊勇将の息子なら彼をおびき出す餌になってもらう。あのディスクはアカデミアの。フィールド魔法クロスオーバー。こいつと父さんに何があったのかを突き止めてやる。俺の先行だ。俺はエンタメイトオールカバーヒッポを召喚。ヒッポヒッポヒッポエンタメイト。この召喚に成功したとき、手札からエンタメイト1体を召喚できる。来い、ディスカバーヒッポ。ヒッポヒッポヒッポ。そしてオールカバーヒッポのモンスター効果でこの2体を守備表示にする。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。よし、まずはこれで様子を見る。僕のターン、ドロー。僕はデスティニーヒーロードリルガイを召喚。手札から D ヒーローを召喚したターン、マジックカード D プレッシャーを発動し、そのモンスターの攻撃力以下の D ヒーロー1体を特殊召喚できる。カモン、アナザーワン。ドリルガイが守備表示モンスターを攻撃するとき貫通ダメージを与える。いけドリルガイズ、ゴーファイト。僕はカードを2枚セットしてターンエンド。俺のターン。マジックカードスマイルワールドを発動。何？エンドフェーズまでフィールド上の全てのモンスターの攻撃力をその数かける100アップさせる。スマイルワールド。自分フィールドにモンスターが存在せず相手モンスターの攻撃力が上がった時、トラップカードスマイルポーションを発動。その効果で俺はカードを2枚ドローする。リバースカードをオープン。ディフュージョン。このトラップは相手ターンでのみ発動できる。そのエフェクトで僕は2体のドリルガイをセメタリーに送り融合召喚する。来るぞユリア。運命の岩盤を穿つ2人の英雄よ、今一つとなりて暗黒の未来に君臨せよ。融合召喚カモン、デスティニーヒーローミストフィアガイ。ディストピアガイのエフェクト、素材となったドリルガイ1体の攻撃力分のダメージを君に与える。フィーズパーム。俺はパートランドに戻ってきてこの街の惨状を見て改めて思った。デュエルで笑顔、それは確かに理想だ。だがそいつを実現できるのはアカデミアを倒した後だ。ユート。俺はスケール3のエンタメイトシールイールとスケール5のエンタメイトチェンジラムでペンデュラムスケールを設定。これでレベル4のモンスターを同時に召喚可能。プレロ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。俺のモンスターたち。ペンチラム。まずはエンタメイトアレンボート。そしてエンタメイトエルプリンセス。これがペンデュラム召喚。俺はシールイールのペンデュラム効果発動。このターンのディストピアガイの効果を無効にし、その効果ダメージ分のライフを回復する。そしてレベル4のアメンボートとヘルプリンセスをオーバーレイ。漆黒の闇より
不動なる力に抗う反逆の日は今降臨せよ。エクセルス召喚現れろ。ランク4ダークリベリオンエクセルスドラゴン。俺はダークリベリオンエクセルスドラゴンのオーバーレイユニットを一つ使い、エンドフェーズまでディストピア外の攻撃力を半分にし、その数値分ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。トリーズンディスチャージ。ディストピア外のエフェクトが封印されていなければ、さらに俺は残り一つのオーバーレイユニットを使い、トリーズンディスチャージ。バトルだ。ダークリベリオンエクシーズドラゴンでディストピア外を攻撃。ライトニングディスオベイ。トラップカードディフュージョンのエフェクトで特殊召喚したモンスターはこのターン破壊されない。だがダメージは受ける。俺はこれでターンエンド。この瞬間ダークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果は終了し、シールイールのペンデュラム効果も終了する。榊優勝の息子がエクシーズ召喚を使うとは意外だったよ。彼はこことは別の次元から来たと言っていたからね。だがそんなことはどうでもいい。君が榊優勝の息子であるならば打ち倒すのみ。僕のターン、ドロー。僕はディストピア外でダークリベリオンエクシーズドラゴンを攻撃。ディストピアブロー。俺はエンタメイトチェンジラフのペンデュラム効果発動。自身を破壊し、戦闘で破壊されたダークリベリオンエクシーズドラゴンを攻撃表示で特殊召喚する。証拠りもなくまたエクシーズモンスターを。相手がバトルフェーズ中に特殊召喚した時、攻めたリーのDヒーロー1体を除外してトラップカードDデビルダンスを発動。除外したドリルガイの攻撃力分、ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力を下げる。このエフェクトの対象になったモンスターをDヒーローはこのターン2回攻撃できる。いけ、アタックだ。ディストピアガイ、ディストピアブロー。チェンジラフのペンデュラム効果で特殊召喚されたモンスターはこのターン破壊されない。しかしダメージは免れない。ガー。僕は手札から永続魔法 D デスマッチを発動し、ターンエンド。エクシーズモンスターを使う限り君は僕に決して勝てない。このカードはそれぞれのエンドフェーズに互いのモンスターのレベルの合計を比べ、僕の方が高かった場合、フィールドの D ヒーロー1体の攻撃力をレベルの差かける100ポイントアップさせる。レベルの合計。でもエクシーズモンスターはレベルを持たない。そう、答えは明白。僕のディストピアガイはレベル8、君のダークリベリオンエクシーズドラゴンにレベルはない。よってその差は8。ディストピアガイの攻撃力は800アップされる。この瞬間ディストピアガイのエフェクト発動。攻撃力が変化したとき、フィールド上のカード1枚を破壊する。僕は目障りなエンタメイトシールイールを破壊。オブルジャスティス、これでもうディストピア外のエフェクトを無効にはできない。さらに君にはダメージを受けてもらう。Dデスマッチのエフェクトでディストピア外の攻撃力が上がった分だけ、つまり800ポイントのね。アクションマジック加速を発動。効果ダメージをゼロにする。何？なるほどな。だが僕には勝てない。なぜなら永続魔法 D デスマッチのエフェクトでエンドフェーズごとに君はダメージを受けるのだから。許せない。奴は今までもこうして俺の仲間たちをレジスタンスのデュエリストを倒してきたに違いない。ユース、やめろユート。俺
手札からランクアップマジックファントムナイツラウンジを発動。このカードとダークリベリオンエクシーズドラゴンを素材にランクが一つ高いモンスターをエクシーズ召喚する。天国の底より、今が静まるに魂に捧げる反逆の歌、永遠に響かせ現れよ。ランクアップエクシーズチェンジ、見てよランク5ダークリクイエムエクシーズドラゴン。ダークリクイエムエクシーズドラゴンのモンスター効果、1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、エンドフェイズまでレベル5以上のモンスターの攻撃力をゼロにして下がった数値分ダークレクイエムエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする、レクイエムサルベーション。無駄だ、ディストピア街の攻撃力が変化した時エフェクトが発動し君のドラゴンは破壊される。俺はダークレクイエムエクシーズドラゴンのオーバーレイユニットをもう一つ使い効果発動。墓地からダークリベリオンエクシーズドラゴンを特殊召喚しディストピア外の効果を無効にする。ドラゴンを召喚してエフェクトを無効にするだと、クソバトルだ。俺はダークレクイエムエクシーズドラゴンでディストピア外を攻撃。少ない時戦闘ダメージを無効にして互いのプレイヤーは1000ポイントのダメージを受ける。何